皆さん、担当式試験お疲れ様でした。それでは、回答速報会、企業法を担当いたします。レクセニー講師の森村です。それでは、例年のように、5つずつ区切って、正解を読み上げます。この正解表というのは、レクのウェブサイトに行けば載ってると思うんですけども、読み上げます。45664。45664。これが1から5ですね。で、6から10が16142。16142。で、11から15が21253。21253。16から20が34615です。もう一度言いますと、1から5が45664。6から10が16142。11から15が21253。16から20が34615。ですね。はい。で、その上で、気になった正答可能性のですね、低いって判断するのは、問題20だけなんですけども、中ぐらいの、難易度というか、正答可能性というのが6つありましてですね。で、正答可能性が高いのが、正答可能性高いのが13ですよね。で、中くらいのが6つあって、それで低いのが1個だけと。で、どれぐらい正答してほしいかなっていう観点からはですね、正答可能性高いのは13分の13。これ取れるんじゃないですかね。中くらいのは半分の3も、本当は4も欲しいとこなんですけどね。で、正答可能性高いのはこれは正解しなくてもしょうがないから。そうすると、65点の15点の、これが0で、そうすると80になっちゃうんですよね。だからいつも企業法に関してはどんなに優しくても難しくても、80点取りたいですねとは言ってるんですけども、今回は、80ぐらいは、最低でもって言っちゃうとあれですけども、取ってないとやっぱ厳しいんじゃないですかね。もちろん、他の科目の難易度がどれぐらいかなんか今の時点で全然わかりませんしね。なので、何点取れば、企業法で何点取れば大丈夫って言えはしないんですけども、ただ受験生全体の平均点がですね、これ発表の時に、公表される平均点ですけども、それ50超えるんじゃないかと思うんだよね。もしかすると55ぐらいまでいっちゃうんじゃないかと思うんですよ。で、これは今日はお配りしてないんですけども、渋谷の分析会用の資料なんですけども、その難易度ですね。それを見てみると、これは今日お配りしてないですよ。ないですけども、一番下に50%から、限りなく55%に近いんじゃないかっていう気はするんですよ。いつもはぴったりの数字で出すんですけど、今回幅持たせたのは、この50超える平均点っていうと、もう、この平成の終わりぐらいですよね。ここまで遡らないとないんですよ。なのでもう、その時解いた感触っていうのが、もう自分でもうわかんなくなっちゃっててですね。ただやたら優しいなっていう感じ。だから前回の45.4%から比べれば10%ぐらいアップしてんじゃないかなっていうんで、限りなく55%近い平均点が出るんじゃないかとは思うんですけどね。はい。でも、総合点、合否は総合点で決まりますのでね。もちろん、企業法だけで悲観したり楽観したりするっていうのは、そんな必要はないとは思うんですけどね。では、正答可能性の低かった問題について、解説をしていきましょうか。では、問題3からですね。で、問題3は、これは株式会社の設立ですよね。もうちゃんとその設立も、その組織再編に絡む設立は除外しますよってことが書いてくれてあるので、これはいつものことですけども、そこは特に気にしなくていいわけですね。問題3ですよ、問題3ね。もうちょっと小さくしますか。はい。で、あの足ですね、募集設立の場合において、発起人は設立時発行株式と引き換えにする金銭の払い込みの取り扱いをする銀行等を変更するときは裁判所の許可を得なければならない。これはね、ちょっと迷った方多いと思うんですよ。こんな条文ないよっていうことで、その罰足なんですけどね。ただこういう会社ってたくさんあるわけじゃないですか。株式会社で今、どれぐらいあるんですかね。
300万社ぐらいあるんですかね。で、まあ、毎年たくさん設立されてますよね。で、それをいちいち、その、払い込み取扱銀行変更するのに裁判所の許可なんて、ね、要求されたら裁判所忙しくてしょうがないですからね。まあ、そういう観点で罰でもいいんじゃないですかね。で、猪橋、発起人が出資の履行していない発起人に対して、一定の期日までに当該出資の履行しなければならない旨の通知を法定の期間に行った場合において、当該通知を受けた発起人が当該一定の期日までに出資の履行しないときは、他の発起人は共同して当該出資の履行を引き受けなければならないと。で、これはまあ、執権手続きと、そして後半、罰のところというのが、これがいわゆる引き受け担保責任という、ごめんなさい、払い込み担保責任というやつですよね、昔あった。で、それはもう、なくなりましたねっていう話は、まあ、うちの講義、レックの講義では、何度もお話ししてるところなので、これは、正当できたんじゃないでしょうかね。というか、今回はですね、その、ちょうどそのレックの担当用テキストと、あと、担当上級講座で、ここは気をつけてねとか、ここ引っ掛けで出ますよっていうような形でお話してたことがですね、随分出てるなっていう感じなので、割とレック受講生の方は、点数取れたんじゃないかと思いますけどね。はい。で、うの足は、まあ、正しい足はいいですか。正しい足はいいですね。この、まあ、一応読んでおきましょうか。設立時募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引き受けを行う契約を締結する場合には、いわゆる総数引き受け契約ってやつですよね。発起人はその者に対して、設立時募集株式に関する事項等を通知することを要しないと。設立時募集株式に関する事項っていうのは、要するに、どういう条件で今度、うちの会社設立するときに設立時募集株式発行しますよっていう、まあお誘いですよね。で、これっていうのは、設立時募集株式の引き受け人っていうのが一般講習である可能性があるので、そういうときには、その、まあ手厚い保護といいましょうか、きっちり手続き踏んでいかなきゃいけませんねの一つですよね。ところが、この、総数引き受け契約、その締結する場合というのは、これ例えばまあ会社が設立するときに、発行する株式を全部証券会社に引き受けてもらうような場合とかですよね。で、そうすると、それ相対で、その担当者会議室に呼んで条件詰めりゃいいわけで、まあ普通の契約ですからね。ですから、一般講習を相手とする場合に必要な手続きなんていうのはもう全然いらないってことですね。これもお話ししてますよね。で、絵の足、発起人が株式会社の設立について、その任務を怠ったことにより、当該株式会社に生ずる損害を賠償する責任を負う場合において、発起人が負う当該責任は総株主の同意がなければ免除することができない。まあ、そのままですね。これは条文そのままなので、よろしいんじゃないでしょうかね。これは、55条でしたっけ ?55 条とかにありますよね。とかにとか言っちゃダメですけども。はい。では次は、難易度中の問題で、問題4ですね。株式に関する、ごめんなさい。設立に関する問題ですね。で、募集設立の場合において、設立時募集株式の数を超える引き受けの申し込みがあるときは、発起人は各申し込み者に対して申し込みにかかる数に応じて設立時募集株式を割り当てなければならないと。まあ、こういう、その株主平等的な扱いをしなきゃいけないかっていうと、これは割当自由の原則でしたよね。まだだってこれ、この人は設立時募集株式のこう申し込み人であってね、株主じゃないので、別にその株主平等原則はそもそも適用されませんわね。で、猪橋、募集設立の場合において、設立時株主は設立時取締役に対し、発行可能株式総数の変更を総理総会の目的とすることを請求することができる。まあ、そもそも、総理総会においては、その設立時株主には株主提案権というようなね、これだと議題提案権ですかね。それないですからね。だから、それが何であろうが、どんなものであろうが、その議題を提案することはできないですね。で、うの足。発起設立の場合において、定款について交渉人の認証を受けた後、発起人から金銭の出資に変えて、自己が所有する不動産を出資したい旨の申し出があったとき、まあ、現物出資したいってことですね。発起人の全員の同意をもって当該定款を変更して、当該発起人の出資の目的を金銭でなく当該不動産にすることはできない。できないですよね。これはもう、交渉人の認証を受けた定款については、もう追加的に、その、現物出資等のですね、変態設立事項を加えることはできませんのでね。はい。絵の足。設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合にて、
当該会社の設立中に定款を変更して、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼす恐れがある株式交換をするときであっても、当該種類株主による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めを設けようとするときには、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を要すると。これはね、多分、これは知らないよっていう方多かったとは思うんですけどね。まあ、これは要するに、あれですよね、まあ、条文にあるんですけどね。そうですね、これ条文知らないと、ちょっとこの種類株主全員の同意までいるのかなっていうのが迷うとこではあるんですけどね。だからまあ、その辺でちょっとこれ正当可能性低いかなっていう評価はしたんですけど、いかがでしたでしょうかね。はい、では次、問題13ですね。問題13。監査等委員会設置会社の、問題です。で、監査等委員会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬等を定める場合には、監査等委員会の同意を得なければならないと。で、これも平成26年の改正でね、まあ、結局その、会計監査人の報酬等についても、その、監査役相当の役職がですね、その、報酬額についても決めるようにしようかっていうのは、こう、改正要項案では検討されてたんですけども、結局まあ、銭金絡むことなので、決めるのはその、やっぱり、業務執行サイドが決めて、で、その監査サイドの関与としましては、この、監査役とか監査役会とかね、あるいはここに書いてある監査等委員会の同意を得なければならないという程度に抑えたということでしたよね。これも講義で、その辺の経緯もずっと説明してますので、解けたんじゃないですかね。いのはし、監査等委員会設置会社において、監査等委員会を招集する監査等委員を監査等委員会で定めた場合には、これも定められないですからね。委員会と名がついたら、招集権者は限定できないっていう話はしてますよね。ですからもう以下を読むことなく、これで×ってのはわかりますよね。というのは、監査等委員会設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査等委員の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。まあ、これはまあ丸つきますよね。監査役、あるいはまあ監査役の 役職、相当の役職の人たち全員の同意があったら、会計監査人をクビにできると。でまあ、ちゃんと、その要件として、職務上の義務に違反した場合っていうのも書いてますからね。これは問題ないですね。で、N は C、取締役の総数が9人である監査等委員会設置会社において、このうち4人が社外取締役であるということは過半数じゃないんですよね。で、その場合には支店の設置にかかる決定を取締役に委任することができるかっていうところできないですよね。委任できる場合っていうのは、まず、全体ね、取締役全員のそのうちの過半数が社外取締役である場合は委任できると。で、もう一つは定款でそれが定めてあれば、委任できるんですけども、本文の場合には、名書きで定款に別の定めはないって書いてますからね。まあ、そこのところ合わせると、A の足は×ってことですよね。はい。では次、問題14です。会計帳簿計算書類ですね。で、あの足。株式会社は会計帳簿の記録を開始した時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。これは閉鎖の時から10年間ですよね。で、誤ってると。いのはし、株主総会の決議事項の一部につき、議決権を行使することができない株主であっても、発行済み株式の100分の3以上の株式を保有していれば、会計帳簿の閲覧請求することができる。そうなんですよね。この会計帳簿の閲覧請求権は、議決権ベースで100分の3持ってる株主。で、その他にですね、議決権なくても、発行済み株式総数の100分の3持ってれば、それで請求できたわけですけどね。ちょっとこれは迷うとこかもしれませんね。ちょっと細かいところでしたね。この足、会計監査人設置会社において、株主資本と変動計算書は、会計監査人の監査の対象とはならない。これになりますわね。これも、計算書類の中に含まれますからね。絵の足、事業報告は定時株主総会の承認の対象とはならない。これは報告で足りるというのは、これは有名なとこですよね。これはまあ、そんなに難易度、まあそうですね。正当可能性高いでもいいかもしれないですけども、まあまあ、中くらいかなっていう感じです。はい、問題15です。
合同会社ですね。で、合同会社の資本金の額が登記しなければならない。これそうでしたよね。これも、その、持ち分会社の登記事項については、詳しく、レックのテキストで一覧表になってまして、それはまあ、かなり詳しく解説してますよね、ここはね。いのわし、合同会社の社員が出資の額が減少した場合であっても、その旨の登記、もうここで切れるんですよね。合同会社の社員は出資について、出資の価格については登記しませんからね。ですから、登記事項じゃないのでね。だから、そもそも、登記するっていうのが書いてあるんで、ここで×ですね。うのわし、合同会社が当該合同会社の持ち分を取得した場合には、当該合同会社は当該持ち分を相当の時期に処分しなければならないと。譲渡の譲り受けはできないんですけどね。で、取得する場合もまあなくはないですよね。どっかの会社合併したら、その中にその自社の合同会社の持ち分が入ってたなんて場合は取得せざるを得ませんからね。その場合は特に処分しなくても自動的に消滅しちゃいますので、そこで×ですね。これもまあ、講義でお話しているところですね。で、なし、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、当該合同会社が新たに社員を加入させる旨の定款の変更したにもかかわらず、新たに社員になろうとする者が、その出資にかかる払い込みまたは、給付の全部または一部を履行していないときは、その者は当該払い込みまたは給付を完了したときに当該合同会社の社員となる。その通りですよね。これがだから、みなし変更と、定款のみなし変更で、その、例えば、合資会社が合同会社になっちゃったっていう、そういう場合については、その、合資会社の、有限責任社員というのは、全部履行の建前が取られてませんので、未履行分がある場合があるんですよね。ただ、その場合はもう、その、みなし定款変更なので、定款変更したときに、その、未履行の社員であっても、合同会社の社員になっちゃうんですけどね。で、その後1ヶ月以内に払い込みなさいっていうような、そんな規定なんですけど、こちらは自主的に定款変更して、新たにその社員を加入させるっていう場合ですから、だからみなし定款変更の場合とは扱いが違ってたんですよね。新入社員には厳しいですねっていう話も、これもしてるとこですよね。はい。では次、問題16、社債です。ここも講義でかなり詳しくやるとこですね。無記名社債ですね。あの足、株式会社は他の会社と合同して募集社債を発行することができると。まあ、信用力のない会社でも社債を発行できますねっていう話で、ここもお話しているところです。いの足、無記名社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名または名称及び住所を社債原本に記載しと。無記名社債なんですからね。これもお話してるでしょ。無記名社債って社債権に名前が書いてないから無記名社債じゃないんですよと。社債原本に名前が書いてないんですよと。だから例えば記名社債として発行して、その段階では、社債原本に氏名、住所、書いてあるわけですけれども、それを例えば、無記名社債に転換したと、そういうことも可能でしたよね。定めてあれば可能でしたよね。転換したと。で、その場合どうなるのかって言ったら、その記載してある氏名、住所をですね、抹消するんですよっていう話をしてますよね。ですからまあ、その、社債原本には、どこの誰が持ってるかなんて書いてないんですからね。ですから、それを対抗要件とすることはできないですよね、当然ね。で、うのわし、無記名式の新株予約権付き社債が発行されている場合において、新株予約権付き社債に付された新株予約権が消滅していない時であっても、社債部分のみに試験を設定することができる。これはダメでしたよね。で、これを許してしまうと、その、まあ、本来新株予約権付き社債っていうのは、新株予約権と社債が一体になって、いるわけで、それをこう、分離はできないですよね。ところが、その社債部分のみに質権を設定すると、お金返せないと、社債部分のみが差し押さえられて、競売に付されたり、まあ、債権者のものになったり、流出したりしてですね、その、別々の人に社債部分と新株予約権が分属することがあって、それはまずいですね、っていうことですよね。絵の足、無記名社債の社債権者は、社債権者集会において議決権を行使しようとするときには、当該社債権者集会の1週間前までに、その社債権を当該社債権者集会を招集する者に提示しなければならないと。で、これもですね、お話で、無記名社債って要するに、コンサートチケットとか、電車の乗車券と同じようなもんで、それ持ってかないと、その権利行使できませんよっていう話はしましたよね。だからそれを覚えててもらえれば、まあ、一週間前までかどうかっていうのはちょっと迷うところですけど、まあ、テキストには書いてますのでね、これは正しいって判断できると思います。はい。で、最後、問題20ですね。金商法ですけども、発行者及び有価証券の売り出しをする者は、目論見書の交付に合わせて、
目論見書の記載内容に関わる確認書を交付しなければならないと。確認書のを要するというその規定の中に、目論見書は入ってないというか、順用されてないんですよね。ですから、この足は×ということになります。で、意の足、何人も有価証券の募集または売り出しのために、虚偽の記載があり、または記載すべき内容が欠けている目論見書を使用してはならない。まあ、これはまあ、丸だろうなっていう感じはしますよね。丸ですね。で、条文で言うと、13条、金商法の13条4項なんですけどね。うの足、発行者および有価証券の売り出しをする者は、有価証券の募集または売り出しのために、目論見書以外の文書、図書、音声、その他の資料を使用してはならないと。まあ、これもさすがにこれは厳しすぎるよなと。これだったらセールスできないじゃないのということで、まあそんな感じでいいとは思うんですけどね。まあ一応13条5項にね、こういうこと、こういうものを使用すること自体は禁止されてないと。目論見書はちゃんと、渡してねっていうのは、それはそうなんですけどね。絵の足、目論見書の交付請求があったにもかかわらず、これを交付せずに有価証券を取得する。させたものは、目論見書を交付しなかったことが、故意または過失によるものでない場合であっても、当該有価証券を取得したものに対して、これにより生じた損害を賠償する責任を、これその通りですよね。請求された場合には、まず交付義務があるっていうのが、15条、金商法の15条3項に書いてあって、で、それに違反する場合には、無過失責任を負うっていうのは16条に書いてますので、この足は正しいということになりますね。はい、いかがでしょうか。まあ、今回は随分あっさりと終わってしまいましたけど、もう一度最後に、この回答番号を確認しておきましょう。1から5までが、45664。で、問題6から問題10までが16142。で、問題11から問題15までが21253。で、最後問題16から20までが34615ですね。はい、いかがでしたでしょうか。それでは、医療法はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。